団長の中でね、もう本当心を許しているその友達がいるわけよ。リアルの友達で。で、団長ね、その学び屋時代の友達に、まあ、こういうね、活動してるのバレてるんですよ。まあ、なんでバレたかっていうと、歌でバレたんですけど、歌声でね、ちょっとバレちゃったんですけど、その、まあ、学び屋時代、一番仲良かったと思ってる、その女の子ね、その子ね、SNS とかがあんまり好きじゃないというかしない子、ツイッターとかもやってないし、今でも覚えてるのが、その学び屋時代にそのディズニー行ってた時にさ、その順番待ち。でもその時もミートミッキー並んでた時だと思うんだけど、なんか某 YouTuber さんの話になって、なんか YouTuber とか見るのみたいな話になってさ、YouTuber でもあんまりああいうの好きじゃないみたいなこと言ってたんだよ。言ってて、あ、この子はそういうインターネットで、まあ、あれある活動してる人あんま好きじゃないんだなと思って、嫌いになってるんじゃないかなと思ってたの。正直団長のことをなんかあんま好きじゃなくなっちゃったのかなって思ってて、でこの前さ、団長ほら七夕の日にスロカス配信したじゃん。ドラクエイレブンのスロカス配信、お酒飲みながらスロットしてね。そう、いやこれを見られたらもう終わるなとか思いながらね。でもその子の話したんだよ。焼肉の話になったじゃん。でもその子から一切さ、こういう活動バレてても何も言われんかったんよ。まあ、気遣って言ってないんかなって思ってたんだけど、次の日に会ったんよ。次の日にちょっと会ったんだけど、その時に怖かったのが、その友達もいてね。で、その子がちょっとお手洗いに行ってて、で、二人きりになったんよ。二人きりになった瞬間に、ねえ、ジャックポット出た?みたいな。ジャックポット出た。ねえ、私の話してたでしょって言って、やばい、やばすぎる。見たろと思って、ちょっとねびっくりしたって言って見てんだなと思って。